ほう。うるせえな、この野郎ってなっちゃう。思うよね。テリーさん、土屋さん、なんかね、あの番組でおなじみの、はい、あの二人からなんか報告があるらしいんですよ。いますね、二人。ね、報告。何ですか。何ですか、ここ。気合いちゃって。ね、確かまって。何ですか。はい、あの先日ですね、あのトヨタガズレーシングさんが主催する TGR ラリーチャレンジの方に、ラリーチャレ、はい、参戦をさせていただきました。僕がドライバーで、ヒロキさんにコドライバーをやっていただきました。贅沢だね、はい、ねえ、贅沢だね、はい、怖くて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 、ずっとサイドブレーキ引こうかなと思って。わかるわかるこの二人って結構最強だよね。まあまあ、うん、ね、ちょっとなんか見てみたいですけど、まあね、うん、先生に荒井弘樹だよ。そりゃすごいですよ ね、そんな感じですね、うん、そうそう、隣に乗ってるんだもん。それは怖いわ、ね、結構怖かったです。荒井さんどうですか、はい、さんの山中さんはもともと運転の基礎はあのしっかりシミュレーターとか、うん、まあ、そのゲームの方で培った技術があるので、うん、そこは全然心配してはいなかったんですけど、うん、ラリーといえばやっぱりコドライバー、横にナビゲーターっていう、うん、まあ人が乗って道を案内するんですよ、うん、でそれをこう自分が言葉で出してドライバーがそれをイメージして走るんですけど、うん、やっぱその練習してないとそれがドライバーはできないので、やっぱ目だけで見たものしかやっぱ集中できないんですよ、うん、慣れてないと。でそれがやっぱね、そうか、そうですね違うなんか思考回路がここにないとダメなんですね。そうです、聞いてるものをイメージする力と見てるものをイメージする力、両方必要なので。いやだって山口の場合はほらグランツーリスモの世界チャンピオンだけど、はい、ラリーのシチュエーションはないもん。そうか、そうですね、だってコドライバーが指示するから、ドライバーを。あー、なるほどね。山口さんそうです。どうでしたよ、ね、人の言うことなんて聞かないんだから。あ、まあでもゲームの中だから、はい、人の言うことですね、あまり多分聞いてこなかった人間だと思う。あ、そうなの、まあ、本当にあのでも右も左もまあ分からない、1回しか下見ができない中でのラリーで、まあ、それをヒロキさんにナビゲートしていただきながら、見えない視界をヒロキさんがこう開いていってくれるというところで、その新しいそのラリーというのを初めてくれる、いろんな体験ができたなと思って。面白いな、それ。コドライバーに操縦されているようなもんじゃないですか。そう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 、そうなんですか。だからコドライバーを信用しないと勝てないよ、うん、だから本当に、うん、ね、本当に初め全く聞いてなかったですからね、案の定。じゃあ聞こえないです、聞こえないです。全く聞いてなくて、何回もこう道からこう転げ落ちそうになるところをちょっと待てと、サイドブレーキを引きそうになる気持ちを抑えて、うん、優しく山中君もうちょっと抑えようねというので、こう今回なんとか走ってます。それって人間性、まあ半分ぐらいは人間性かもしれないねなんかありそうだよね。慣れないと無理だと思う。そうね、うん、だって俺らレーシングドライバーにラリー屋さんが横に乗って足のこうしろって言われても、うるせえなこの野郎ってなっちゃう。思うよね。だってあと目いっぱいね、限界一人でやってるじゃん。そういうなんか人とのこうなんていうかな、コンタクトをするっていうのはまた違うね、才能だし、受け止める能力っていうのが出てきますからね。これ面白い。でどうだったの。はい、あの実はですね、会場でもとある人からコメントもいただいたっていうところで、はいはい、いろいろ VTR にして、うん、あの今回準備していただきましたので、見ていただければと思います。う、レポーターの久保凛太郎です。近藤みやみです、よろしくお願いします。そしてトヨタ自動車の佐藤です。よろしくお願いします。ご無沙汰します。佐藤社長、ご無沙、今後このラリーチャレンジはどんな風にさらにこう発展していくのかなっていうのがちょっと気になっている点でもあるんですけど、はあ、ラリーの魅力はね、はい、本当に街の中で競うモータースポーツなんで、あの地域の方々と一緒にやっぱりやっていかないとできない競技ですよね、はい、で来年以降はもっと例えばこう水素を使ってカーボンニュートラルなイベントの取り組みとかね、なんかこうラリーきっかけのなんかもっと世の中の社会にこうつながるようななんか挑戦できないかなと思っていろんなことをね考えてるんで、ちょっと来年はじゃあそういう水素モビリティの体験市場とかもいいですか、やってもらって。テリー伊藤さんと土屋圭司さんがいらっしゃるんですけど、一言だけいただいてもいいですか。はい、テリーさん、土屋さん、どうも佐藤です、お世話になってます。あのこうやって取り上げていただいたこと本当にありがとうございます。ぜひお二人にもこう現場でねお会いして、あの一緒に盛り上がっていければと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。ぜひ番組にも遊びに来てください、はい、ありがとうございます、はい、すいません、ありがとうございました。そんなこと言ってると言っちゃいますよろしくお願いします。ありがとうございました。競技には番組レポーターの山中君が初参戦。
初出場で見事デビューインを飾りました。お山中くんおめでとうございます。いきなり優勝なの？優勝、はい、することが、ね、何台出てんの？同じクラスで15台ぐらい。お、大したもん、ね、はい、出場が15台中で初めて出て優勝、すごいです。いや、それは大したもんだよ。どうして優勝できたの？どうそれはヒロキがいいからでしょ。僕が横にヒロキが、あ、白コースよ、3速、2速これコースって1回下見するんですか？はい、ラリーチャレンジ、本当は2回あの下見ができるんですけど、うん、ラリーチャレンジの場合は1回だけなので。時間は何分でかかったんですか？全体的な、まあ、コースの下見の時間はもう3時間、4時間って決められていて、うん、その中でまあ1回回ってきてくださいねっていうのが決められてるんですけど、まあ、実際ラリーがスタートすると、まあ、タイムアタック形式なので、うん、はい、大体1つの SS、まあ、初心者向けの 1.5 キロとか、うん、まあ、長くても4キロ、5キロなんですけど、うん、まあ、そこを1回タイムアタックして、それがまあ最終的に結果につながってくるので、大体15分とか全体合わせて、走ってる時間は15分とか、そのぐらいです。SS 合わせて。そうです、SS 合わせて。これ、ラリーで、かつ、ね、まあ、一度の優勝なんですけど、秘訣というか、どういうのがテクニックが必要なんですか？どうでしょう、山ちゃん。どうなんですか、ね、山中さんから見た、うん、ラリーというのをちょっと教えてください。いや、でも本当にまあ実際の行動を使っての、走行になるので、実際サーキットとは違って路面状況とかも、やっぱり結構刻々と変わったりだったりとか、うん、まあ、今回、雨上がりのラリーでもあったので、まあ、特に午前中と午後で全然路面の状況が違ったりとかっていうのもあったので、うん、まあ、それをまあひろきさんにいろいろこういう状況だからこうした方がいいよってアドバイスをもらいながら、うん、あとはそのひろきさんにそのコドラでいろいろ読んでもらうケースの本を作ってもらったりとかっていうのもあって、本当に どうなのひろきさんに山ではぶっちぎりで勝ったの？実はあの2セクション、あの2ループ行くんですよ、うん、あの2ループ行くんですけど、1ループ目で意外とこう走れなくてちょっと不適されてた、うん、ちょっと負けちゃったんですよ。10秒ぐらい負けたんですよ。最初の SS がすごく遅かったんですよね、はい、僕ダメですと、うん、なんかちょっとしょげてたので、うん、いやいや何を言ってるんだと、うん、ちゃんとしっかり走れば、うん、あのラリーって実は速く走ろうとするっていうよりかミスをなくして、うん、なるべくそのミスを抑えてマイナス失うタイムを逆に減らすっていうことがタイムに直結するんですよね。これは公道を走るわけじゃないですか、うん、はい、ということは制限、ね、速度がありますよね。まあ、制限速度があるところと SS っていうところは貸し切ってるんで、ここは全開で走れる、はい、あ、そういうことなんだ。そう、移動する間、移動する間は公道を走るから制限速度ない、うん、だけど SS の場所に着いたらそこは貸し切っちゃってるのもトヨタがね。でそこは全開で走れる。どのぐらいで走れるの？速度で100キロ超えるようなシチュエーションもありますよね。速いところは100キロ超えますし、うん、まあ、初心者向けっていうこともあって、あまりあのそんな速いところは使わないようにはしてはいるので、うん、まあ、本当に初心者でも安心して出れるラリーで。面白そうだね。だ、最初の第一セクションで10秒も遅れてんだからさ、うん、どうやったら勝てるの？でも実は皆さん同じように悩むんですよ。やっぱ初めての人が多いんで。だからタイム差も10秒って言っても本当に些細なことで一気に成長するので、うん、あんまり当てにならない。マスト、はい、どうなの、ひろきの目から見て、はい、その今山ではチャレンジクラスでしょ、一番下の初心者クラス、そこからひろきの全日本に行くまでに何カテゴリーあるの？まあ、レベル的に言うとまだ結構10ステップぐらいあるんですけど、ただその中で初心者として一番初めのまあ段階として勝てたっていうのが大きいかな。ケイタどうした？いやでもね、私ラリー始めた時にね、はい、一番最初のラリーは絶対完走しなさいって言われたんですよ、うん、なぜかというと一番最初のラリーは自分の中に一生残るから、うん、だからその一番最初のラリーで入賞できたっていうのはすごい大きいことだと思います。すごいよね、はいはい、ああそれは大したもんだ、うん、まあだけどさ、そこからヒロキが言う10段階も上があるわけじゃない。だってヒロキ君の世界も行かなきゃいけないからね。そうだからヤマドゥがその中でこうどこまで行けるか、この番組で追っかけてこいよ。おー、ね、ヤマちゃんの今まで個人プレーだったんです、はいはい、で今度やっぱりね、人と組むっていうさ、人間的な成長にもなるから、うん、いいんじゃないの、すごく、うん、今までその、まあ、ゲームの世界でやってきたから、うん、一人で完結できるのがすごく多くて、それがやっぱり車を整備してくれるメカさんだったりとか、本当にいろんな方が関わってレースができているというところで、いろんなことを学ばせて大人になれるね。はい、そうですね、いろんな方の本当に協力あっての
今回の参戦だったので非常にありがたかったです、うん、チームあってこそですからね、やっぱ、まあ、今後が楽しみよ ね、はい、どこまでいけるか、はい、ね。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり、車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。